私たちルシファー打点事件調査のため派遣されてきたの。いきなり現れてそれを信じろと。正式な事例よ。だからってこんなことして許されると思っているのか。翼を返せ。君たちにはケテル殺害に協力した容疑がかかってるんだよ。疑いが晴れるまでそれくらい当然でしょ。協力した容疑だと。確かルシファーとは親しかったはずだよね。それとも否定する？契約は絶対出る。おい、それなんだ、見せろ。ぷぴょくん、我が名はヨエル・デール。行こう、メタお姉ちゃん。ルシファーを徹底的に調べなきゃ。待て、話はまだ。君たちも何か知ってるなら素直に話した方が身のためだよ。オード。でもどうやってですか？翼を返せ。飛べないって不便ですね。今頃あの二人ルシファーさんのこと根掘り葉掘り調べてるんでしょうか。それなのに何の対応もできないなんてさ。悪だくみでいるわ。このヨエル様の目の四角いうちは勝手なまねはさせないでいる。ぷよぷよボディーめ、ちゃんと聞こえてるでいる。ヨエル様の耳は魔界耳でいるよ。ったく最悪だよねえウリ君。ウリエルさん、まったく派手にぶっ壊してくれたよな。片付ける俺たちの身にもなってほしいぜ。ウリエル様、これはあなたのような方がなさる仕事では。傷ついた展開を修復するのに上も下も関係ないだろ。ウリエル様。ウリ君も真面目だな。やりますか。そうですね。ちょっと二人はね。ミカさんも一緒にやりましょうよ。たくしょうがないな。おかしな奴らでいる。みんな物好きだよね。いいじゃないですか。そうですよ。それにこれなら自然と会話できますし。お、そういうことか。いきなりやってきて、あの子たち一体何者なの？それがさっぱり。情報通のあなたでも？音楽の天使サンダルフォンと契約の天使メタトロン、私たちと同じ大天使長であるということ以外情報が非公開なんです。どの天聖の命令で動いているのかすらわからないってこと？でも相当な手だれであることは間違いありません。全ての力を奪うほどの契約を見れば。メタお姉ちゃん、もうやっぱり無理してた。ただでさえ契約には力を奪われるのに。相手は大天使長4人だよ。それを一度になんて無茶だよ。大丈夫なの？ルシファーの居所を突き止めなきゃ。ルシ君は自分の意思で打点したと思わせたいんだろう。だったら好都合じゃないか。二人には好きなだけ荒探しさせとけばいいさ。調査の目的が本当にそれだけならいいけど。どういう意味ですか？あの子たちに命令を出している天聖がケテルの味方である可能性を考えていたの。まさか、そんな。他に大天使長が所属を隠す必要なんてある？確かに筋は通りますね。あの子らルシ君を始末するために送り込まれたってこと？今はまだ憶測だけどね。せめて彼女たちに指令を出した天聖が誰か分かればいいんですけど。どっちにしろ能力を奪われたままじゃ動きようがないよ。契約書？もしかしたらあれさえ破棄することができれば。寝てないエイル！断じて寝てないエイルよ！エイル！エイル！エイル！
お前が持っている契約書には不備があったようだ。そんなわけ。じゃあこれをどう説明する？信じられないなら自分の目で契約書を確認してみろ。おい、どうした？申し訳ございません。その、思ったよりもお体が重くて。なんか怪しいでいるね。おい、ヨエル！これでもまだ疑うっていうのかよ！はぁーって！おい！全権剥奪、全権剥奪、不備なんてどこにもない。ごめんなさい。なかなか口が硬そうですもんね。だったらあいつらの頭の中を覗いてみればいいじゃないか。頭の中を？知ってますよ、それにぴったりな方。煉獄の王、キングクロッチ？自称ですけどね。そのキングさんに二人の記憶を見てもらうんですね。そうすれば指示を出した転生が誰かもはっきりするはずさ。花の命は短くて苦しきことのみを受かりき。小生ヨエルはこの度の失態を重く受け止め。重く受け止め。なんちゃって。大丈夫大丈夫、ヨエル君でも大天使長4人はさすがに荷が重いかなって思ってたからね。それに手は打ってあるの。なんでここにもいるのさ。急いでるのに弱りましたね。だからって強行突破はできないし、やり過ごすしかないか。私たちがおとりになります。注意を引きつけている間に先に行ってください。賛成。僕もその方が性に合ってるしね。目標発見しました。追跡します。すまない、二人とも。お客さんち。キングクロッチさん、お久しぶりです。二人とも元気そっちね。あれ、ウリエルさんは初めてのはずじゃ。あ、そうだったっち。どっちもブサイクで見分けがつかなかったっち。実はあなたに相談があって伺いました。大天使長のお役に立てるならこんな名誉はないっち。ねえキングさん、他のクロッチさんたちはどこです？癒しの時に慰安旅行中っち。で、相談ってなんだっち？それは待ってください。クロッチは仲間同士の連帯を重んじます。なのにキングクロッチさんだけ残して旅行に行くなんておかしくないですか？それはほら、上の者がいたら気が休まらないっち。さっきはウリエルさんのこと知ってるみたいに振る舞ってましたし。いちいち細かいっちね。そもそも私とも初対面ですよね。もちろんち。いきなり慣れ慣れしいやつだエル。ちなんて嘘です。私はお会いしたことありますよ。さてはあなた、あの青い子ね。
我が名はヨエル・デール。しまった！またしくじったエール名誉挽回とか言ってたくせに恥の上塗りだね。やうまく聞き出せたらって思ったけど、さすがにそれはなかったね。残念。お前たちどうしてここに？あんまり遅いから待ちくたびれちゃった。じゃあ私たちを足止めしてる間に、あとの二人はまだみたいね。まあいいか。ルシファーについて知っていることを全部聞かせてもらう。話すことなんて何もありません。だったら教養は嫌いだけど力ずくでも仕方ないってことかな。戦闘開始なの。私たちを甘く見ない方がいいですよ。さっきみたいにうまくいくとは思わない方がいい。へー、楽しみ。来い。ちょっと待ってよ、どういうことだよモンスターって。言った通りだ。お前を襲ったあの黒犬とドラゴン、そしてあの少女もモンスターだ。だからどうしてここにいるんだよ。13年前モンスター残らず消えたんだろう。いや、消えてなどいない。彼らはまだこの世界に存在する。13年前に起きた東京の分断、あれは事故でも災害でもない。日本政府とモンスター合意の上でなされた極秘の政策だったんだ。どういうこと？我々はある目的のために旧東京を封印した。封印？そして人類は外の世界に、モンスターたちは彼の地に残された。君のお母さんマナもあの日からずっと旧東京にいる。母さんか。そうだ、人類を守るために。だけど人間は？マナは人間じゃない。今マイル券を購入するとゲーム内特典とシリアルコードがついてくる。さらに X フラッグストアでは特典グッズアクリルキーホルダー、ローソンでは書き下ろしアクリルスタンドのセットがついてくる。各窓口にて好評発売中。 X フラッグ